足利尊氏とかにこう LINE したりしてる時のことかな、うん、いやいやフルネームで呼んでるの、しかまず問題もんでた、タイムトラベラーな、こんなになんか入ってないもんでしょうか芸人の携帯。末広がりずの抑うつ文字さらし予測変換調べでございます。抑うつ文字は何なのかを、はい、見ていきましょう。じゃあ、あーから見ていきましょう。あ、ありがとう。こっちで押したらもっと、ぶわっと、合間とかでも、うん、尼将軍とか打った記憶ありますか？足利尊氏。おもろこれ。多分これ、めちゃくちゃやないか、もう。うん、そうそうそう。足利尊氏。在原の成平。あーね、いっぱい打ってますね。足利尊氏とかに、こう、LINE したりしてる時のことかな。いや、フルネームで呼んでるの。なあ見てくだされな、南條が来てます。七曲がりも入ってますね。 なるほど。あと長峰ね、これロングロングという同期のコンビの、はい、じゃあすすかすは末広がりずなりさ、まあ、さあ入らんかった杉田玄白末広がりずがないですね。意外と玄白打つことある？なんでそれ末広がりとは出てきてる。末広がりですね。でも杉田さんは杉田玄白のこと。この杉田さんはこれライブ歴史の名前、歴史上人物を結構売ってるんかな。近松門左衛門。近松門左衛門出た。タイムトラベラーな。なんだ歴史の人の名前こんなフルネームで入るかな。ネタ売ったりすること多いからこんなことに。地位の予測変換で近松門左衛門出る人おる？ちょ、じゃあ俺予想して徳川家康出してほしいから。徳川家康と豊臣秀吉おるかな。いや近松門左衛門出てますから、杉田玄白も出てますから来い。徳川綱吉。綱吉。もうえってお前のその歴史の人。お行ってみる。お出るか。お行きますか、じゃあ。お行きましょう。出へんよ。頼む、織田信長来い。織田信成。なんでちょっとずつちゃうやつ出すの。なんで家康出さんと綱吉出して信長出さんと信成出すね。おしんとかも出てきますね。おしん出てるやん、古いな。尾上右近さんね。尾上右近さんもね、この間共演させてみました。こ米泡。この泡ちゃうねん、その泡ちゃうねん。冷えまで売ってくれよ。穀物とかやっぱりこう和風のが多いな。多いな。どこまでがこの変な固有名詞出てんのは多分それが違うってやつじゃな。普通じゃないなってやつな。もうとか言ってみよう。もう言ってみよう。森久美子さん。森久美子さん。謎の森三中さん、森久美子さん。謎の森久美子さんやな。いやいや一回。あれでそうや、森久美子さんちょっと多分お仕事させていただいて、森久美子さんからマスクいただきましたって、だからこれ残ってるんやな。そんな1回打っただけでも残るもんやな。ようやったらようって出るかな。でよう行こうか。頼道出てるやん。頼道も頼道頼朝と頼道入れてるやん。源頼朝と藤原の頼道。ちょ、身で言ってみるか、じゃあ。そんなやつ、おらんって。身、今、三島は出てますね。三島。道高。道高も出てる。道高。もうええって、歴史のやつ。ピ。うん？ピ。ピ。ピ。ピヒョロヒョロ。いつ使うねん、ピーヒョロヒョロ。ピーヒョロヒョロが予測されてるやん。なあ、ピーヒョロヒョロヒョロちゃうねん。誰かに多分、ピーヒョロヒョロ。ピーヒョロヒョロヒョロやん。トンビの表現めっちゃおもろいな、俺のやつ。いつ使うねん。いつ使うねん。それがしで。よう言ってるね。染めのすけ染めたの。そがし。そがし。もういいって鬱陶しいな。鬱陶しいね。あのやつ。ご。ござりまするとかよう言ってんちゃう。ございますですね。ご言葉上皇。もうやめろそれ。なあ。
しつこい。めちゃくちゃおもろい。歴史しつこいって。さあじゃあ続いて、はい、私南條の楽しみですね。ちょっとどんな文字を打ってるのか。めちゃくちゃ。三島のがもう結構とんでもない。誰とも被ってないでしょう、ね、あれはもう誰の落としても三島の携帯っていうのは分かるかもしれません、ね、歴史上の人物いっぱい出てきた。じゃあから、はい、汗あの味仙人。あーこれ名古屋のお店、あの中華のお店ですね。何ですか、有吉って入れてますね。有吉さんなんか調べたんかな。有吉さんのこと今更調べることある。いやかツイッターで有吉さん、有吉の壁に出ました。あーなるほどね。はい、いいかな、いいぞ。石市岩橋稲田か、いきますか、か行きましょう。カフェ確認です。香取慎吾、川瀬。ちょっと怪しくなってきたね。ちょっと弱みじゃな。こんなになんか入ってないもんでしょうか。芸人の携帯こんなんにもない。めちゃくちゃ楽しかったんだ。さっきなんでや、もうなーまで来てもうたな。やばいやばい、やばしやばし。南條、中山、長澤、ないぞ。中村、これもっと何を文字打ってないことになってってこと。そのこれ以外は分からん。市川きよし。やっと来た、やっとちょっとだけ来た。西川きよし。なんできよしをこんなめっちゃ売ってるってこと。かなり上に来てるけど。なんできよしを7売ってんのやろ。俺売ったことあんのか。ヤンキーね。うん、性爆弾とか調べるんですか。今さら調べるときに嘘。野草島さん、や多分ヤバクさんのこと調べる。そうやろ、歴史も調べるけどな。はい、はい、ということでございまして、三島がから歴史上の人物が山ほど送り出されましたね。すごかったですね、歴史ラッシュ。ちょっと全部見たかったな、50音。どうせやったら。またじゃあ、いつかちょっと何にもないかったな。教えてください。それがしたらもうここに、それがしたらもうここに全て情報入っておる。歴史上の人物も調べるまでもない。ということでございまして、抑うつ文字、抑うつ文字さらしでございました。片身はこれまで。